で先生、銀行や証券の残高を確認するのって利用する金融機関が多くなると大変ですよね。何かいい案があれば教えてください。なるほどな。アグリゲーションサービスは使ってないのか？アグリゲーションサービス？何ですかそれ？簡単に説明すると、複数の企業が提供するサービスを一括して比較したり表示することができるサービスのことだ。今回のケースに限ると、複数の金融機関の口座情報や保有ポイントなどを一元管理できるサービスのことだ。なるほど、それは便利ですね。ちなみに具体的にはどんなサービスがありますか？そうだな、代表的なものにはマネーツリーやマネーフォワードが挙げられるぞ。なるほど、早速ダウンロードしてみます。ところで、僕の悩みから今回アグリゲーションサービスについて教えてもらいましたが、エンジニアリングとは何か関係があるんですか？そうだな、私の記憶が正しければ、確か令和3年春季の応用情報技術者試験でアグリゲーションサービスが出題されてたはずだ。それは本当ですか？どれどれ、あ、本当に出題されてる。よかった、私の記憶違いではなかったようだな。さすがの記憶力ですね。ところで、マネーツリーやマネーフォワードに金融機関の口座情報を提供するって安全なんですか？鋭い目の付けどころだ。結論から言うと、マネーフォワードのようなアグリゲーションサービスは個人情報の再提供禁止の例外の事例と言い、このことは総務省の資料にもまとめられているな。なるほど、今回の場合で考えると、個人が口座開設している金融機関がマネーフォワードのようなアグリゲーションサービスに対して個人情報を提供することを再提供って言うんですね。そうだな、このような再提供禁止の例外を認めることで利用者のメリットになるケースもあることがわかるな。なるほど、勉強になります。アグリゲーションサービスを通じて個人情報保護の観点についても触れることができたな。アプリケーションの開発の際もこのような観点を持つことが実装のヒントになるかもしれないな。そうですね、レイ先生ありがとうございます。さて、来週のレイ先生は休んです。今日はレイ先生に質問したら何度同じ質問するんだと呆れられました。興奮しました。さて、次回はエンジニア転生、異世界行っても落ちこぼれの一本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。